世の中が週休3日とか週休4日という企業が徐々に現れてきました例えばタクシーの運転する人たちも乗車の総時間っていうのが決まっているわけですから働きたくても働けない人たちが出てきているわけですそして介護施設に勤めている方たちも実は収入がなかなか上がらないので えー、仕事が続けられないという話も聞きますそんな時に私たちはスマホで動画を撮影して編集する方法を一緒に学ぼうという、えー、サークルを作ってます、えー、ここにあるのはスイスのテレビ局「撮影をすべて iPhone6 に切り替え」という記事が載ってますが iPhone6 ですから今はもう iPhone6 12ぐらいまで来てますから、これは5、6年前のスイスの新聞の記事です。このように、テレビ局自身が外で取材するものは大きなクルーではなくて、もう取材する本人がスマホで取材をしてくる時代に来ているわけです。ジンバルというそのテ 手で持ってももなないような道具もありますこのような動画で撮影してそれを YouTube にアップして URL を獲得すればそれを QR コードにつけてまた今新しい複数入る QR コードもありますから複数の動画とか他のソーシャルメディアも含めて一つの QR コードから 情報発信ができる時代に来ましたぜひ、えー、副業の時代からあ兼業の時代になって例えばこちらの方が本業になっていくようなあ人たちも私たちはこれから増やしていこうと考えておりますその講習はだいたい2時間あればあ簡単なものが編集できるような 講座を考えてますので、あとは自分で毎日何本その撮影して編集して YouTube にアップするかという、えー、努力が必要だと思いますが是非、えー、半年後1年後、えー、このようなことがプロの仕事として、えー、稼げるような時代が来ると私たちは信じております。